四ツ谷三つけ橋は、東京都の新宿通りの橋梁である。南北に走る JR 中央線の上に東西に、かかり、東側が、千代田区麹町6丁目、西側は、新宿区四ツ谷1丁目となる。現在の橋は、1991年に架け替えられた2台目である。1639年、現在の四ツ谷駅東側の江戸城外堀内側に、 江戸城三十六見つけの一つの四つ屋五門が作られ、見つけ番所が置かれた北側に、尾張徳川や南東側には、紀州徳川家の屋敷があり、江戸城防衛のような一つであったが、明治に入ると門は撤去された。1894年、外堀の一部の水を抜き、甲武鉄道飯田町駅新宿駅間が開通。中間に四つ屋駅が開設された。新宿方面から、 江戸城への道は防衛上の理由からクランク状に曲がっており交通の障害となっていた。1910年に四谷三つ橋の建設を含む道路整備計画が東京市街を通過。翌1911年に着工、1913年に完成した。橋上には東京市街鉄道により新宿と月島を結ぶ路面電車が付設され、 1968年まで運行された。1974年、新宿通りの拡幅と四谷三つけ橋の掛け替えが決定した。掛け替え工事は1991年10月5日に、竣工。休憩の橋からだは、八王子市の多摩ニュータウンにある長池公園に移築され、1993年11月22日に、竣工式が行われた。 初代の橋は400メートルほど離れた赤坂立宮との調和を図り、高欄や橋島はネオバロック様式が採用された。橋台は隅を花崗岩で押さえたレンガ積みの外角で、アーチは茶褐色に塗装された。新たな橋は急強のアーチをイメージしたラーメン構造とし、高欄や橋島は急強のものが再利用されている。上下線各三車線右折車線で、 両側に歩道がつく。ありがとうございます。